はい、もう9時過ぎですけど、はい、今日は車山ビッグホリデーのスキーバスです。車山に来ました。まあ車山あれですよ、まあ、この車山、まあ400行き200帰りには大体ですけどね、400ぐらいです。で、車山は 1900m で、高校の時のスキー教室で行ったことあったんで、ね、もう知ってたんですけど、でも、3泊4日で行ったんだけど、トップまで行ったのは、山頂まで行ったのは今日が初めてだ。まあ、雪が積もってた、行きたい人だけ。まああれですよ、雲の中に入った感じ。もうね、車山はね、右を見れば北アルプスで、東を見れば八ヶ岳だからね、すごくいいポジションというかね、すごくね、眺めが、景色が良かったんだけどね、もう1本目からね、雲行きが怪しくなって、もう霧がかかってきてね、雲の中入っちゃってね、ほとんど見えなかった、山残念だったね。北アルプスと八ヶ岳見えた。まあ人はいっぱいいたけど、まあね、1時間10本をね、1時間山頂のリフトで1時間10本行って、4時間で40分やろうと思ったんやけど、ですけどね、さすがにできなくて、もう20本やったら疲れて、あと流す感じで、まあ30本ぐらいかな。でも 1900m のとこにもうこう30回行った感じ。もう調子が出やん。なんかやたら疲れるんですよ。やたら疲れる。霧ヶ峰のとこいっぱい山があってね、まあ行く途中も山が見えて、いや雪降っててね、いい感じです。まあちょっと道が狭かったですね。あと昆布斜面は全然なかったです。まだ営業をし始めたばっかりみたいな。いや、昆布斜面がないと、モーグルができない。あ、僕ね、地鶏が食べたいんですよ。地鶏が。地鶏も食べたらいいじゃん。あ、地鶏ください。もう、そんな地鶏ばっかり食べんでよね。もう、とっくにね。まあ、それでまあ、食事、ポテトチップスと、ソーセージが400円。で、ジュースは1、2、3本飲んで、3本飲んで450、500円ぐらい。カレーが食べたかった。カレー1600、1500円ぐらいした。食べない。でもみんなね、みんなパクパク食べてる。いや、大したカレーよ。いや、そりゃあれよ。標高1900m だから、 1700m だから、しょうがない。いや、あんなんでもおにぎりでも持っていけばすごい力になる。いや、すごいお金が、ね、浮く。まあ僕の目的は自然観察だから、自然観察ができて良かったです。あと高速のね、400キロ行き帰り、高速道路を行き帰り400キロ行けたのがいいか。5200円でね、で、あれだから学生とか、学生だね、若者も、おじさんもいるけどね。年齢は幅広い、誰でもいける。上手な方じゃったんだろ。いや、もう一番うまいぐらいよ。まあでもプロの人とかいないけどね。
アマチュアの中でもうね、女の子とかね、あの小学生と中学スキー教室のね人がいっぱいいた。続いて両陛下が訪ねられたのは、ま、福島県の本宮市。そのままあるし、ご飯は、ご飯少しください。まあ僕一回行ったから今まで行ってなかっただけでね、まあ一回行っててもいいかな。できるだけ一回行ってもよく覚えとった。うん、滑るところとか覚えちゃった。覚えてた。建物とか同じやった。うん、でも中身の家庭だから新しくなっちゃったやろ。一回行ったの、行ったんだけど、当時はね、高校1年の時だったけど、うん、初めて滑ったんだよ。山の名前とか全く知らんで、うん、隣に八ヶ岳があるのも全然知らんで、どこに行ったのかすらわからんかったね、あの頃は。どっか連れて行かれたみたいな。うん、あんまり、うん、初めて、あんまり滑れんかったし。うん、あの子は筋肉はねついてないからね、うん、坂がねすごいきついのよ、うん、子供は、うん、で子供滑れんのよ、まあまあ、簡単簡単みたいに言うけどね、難しいんですけど、子供はすいすいってあれ、足の筋肉が弱い。子供用の手滑るんやろ。うん、自然観察で良かった。特にもう山頂のね、うん、1900m、やっぱ子供がちっちゃい子を連れて行ったらいいんやね、小さい頃からね。八ヶ岳もあんな雪降ってんだなと思うとね、あれ山登るの大変だなと思って。3週間にわたり避難所で過ごした伊藤さん、これまでの家での暮らしを断念し、今月新しい家に移りました。もともと住んでいた自宅は市内で全壊しました。片付けることに集中していたので、そのことを考えられなかった。なんつっても雪の中に入れちゃうから、ね、まあね、上り坂はないけどね、気象がめっちゃ厳しいから辛いよ。やっぱ面白いけど、やっぱスキーってね、楽なように見えて辛い。雨とか降ったら辛いじゃん。吹雪の前だから風があるんでしょ、やっぱ、うん、目が開けられんじゃん。もう辛い。あの雪だって寒いし、寒いよね、本当。ガスが雲の中で見えないし、カラッと晴れてさ、青空が見えるようになるんじゃったらええけどね。うん、いや、それがいいんだけど、うん、気象が悪い時は滑っちゃいけんのじゃろ。うん、あまりにもね、本当は見えるもん。でも冬らしくてよかったよね。今夜7時54分ごろ、熊本県天草市で震度3の揺れを観測する地震がありました。ホテルみたいなのがあるの？ホテルいっぱいあるよ。あの辺は観光、あの辺で成り立つ。霧ヶ峰の一角よ。リゾートホテル。霧ヶ峰の近く？いわゆる霧ヶ峰なんよ。霧ヶ峰の一番高い山が車山なの。あ、本当にね。うん。霧ヶ峰っていう。あの辺なんていう地方？あの辺は霧ヶ峰よ。それ何でしたの？美しい ヶ原。つまり北アルプスと八ヶ岳の間なんや。八ヶ岳ってことやね。八ヶ岳のふもと。八ヶ岳はふもとやね。トップがね2900ある。八ヶ岳か。八ヶ岳は東京から一番近いところ？八ヶ岳って。
その後訪れたマカオ。富士山があるけど、ね、高級会社で富士山の最も後悔ねやつだったっけって、うん、富士山を越えていくところやね、うん、富士山とね神話によると富士山と富士山を8つに割った。行ったことがないけど分からない。で南側にあるの。アルプスっていうの見たことがないんだけど。海駒ヶ岳がある。見たことがないっていうのある。アルプスの意味がある。親しげに写真に収まる2人。宮崎とかね、中田さんのふるさと、南アルプスの。そう、バスの時間は余裕があった。全然余裕だったよ。すぐ出たやろ、着いたら。うん。待ってた。関係者によりますと、その本の顧問だから、秋元議員は、おととしの9月28日満席ぐらいになるのやっぱ、うん、満席ぐらいでも隣いなかったよ、ね、うん、余裕のある満席よかったね、うん、もう年末だからね、うん、なんつって年末の割に安いんだけど全面的に否認しているというミステリーだからね。うん、ミステリーって言ってもただ空いてた席に入れたっていう感じ。別にそんなミステリーをわざわざ組んだわけじゃない。空いてる席をミステリーにしただけ。まあ、レンタルもできてできた。企業側が用意したプライベートジェット機で羽田空港から移動していたことが関係者への取材で。レンタルの板がね、今年新しくされたね。もうね、よかったね。ラッキーだったね。最新の買い物。ラッキーだったね。プライベートジェット機の写真を。ボロいやつやったら滑りにくいやつ。うん、去年までってこの古いとこもある、まだ。だいたい古いとか言いたいのになるよね、人がね。いや、行くんよ、それは。あそこ古いけ。あのね、あんまりそういう設備に金かけんでね、給料にされた、自分の経営者。プライベートジェット機で羽田空港を出発し、中国深圳にある本社を訪問。まあ、長野も災害があったから。靴とかもあんた買ったよね、去年ね。うん、靴は自分で持ってた。あ、靴は持ってくるか。あ、これもうちょっとない自撮り。もうそんな一緒に食べてもいいやんね。塩ごろちょうだい。すぐなくなるじゃん。そんな一緒に食べてもいいっていうより、ね、うん、ちょうだい、うん、疲れた。他のもの食べれねえ。すぐなくなるじゃん。うん、大事に食べれよんね。議員の講演会の政治資金収支報告書が今年12月26日に予期として6500円だったよね。56万円を本の顧問が関係する香港の会社に支出したと記載されています、うん、秋元議員がおととい NHK の取材に対して中国企業が所有する飛行機を利用したのは事実だが、うん、請求書通りに代金を払い収支報告書に記載している。うまいね。そして今日、特捜部が新たに捜索の手を伸ばしたのは、発信の業界です。事件の関係先として、東京中央区にある大手パチンコチェーンの本社に捜索に入ったことが、関係者への取材で分かりました。このパチンコチェーンは秋元議員の元政策秘書が8年前に設立した会社と取引があり、そこで秋元議員は一時顧問を務めていたということです。特捜部は議員周辺の資金の流れを捜査、まあ、聞いてるなら自然開発だと思う。確実マ
真っ白じゃろ、いや、銀世界じゃろ、それでもね、元の方はまだ全然見てないの、地面が見えてるゴルフ場みたいで芝生になってる IR って言ったらやっぱパチンコなんかも含まれる、車山ってなんかねトヨタを思い出すね、何を思い出すってトヨタ、なんで車山って言うんだねなんでこれ、ね、今回の秋元議員の逮捕でIR 整備に向けたスケジュールに影響は出るのか、市の市か年明けの来月7日にはカジノの運営を申請した事業者の審査や免許の交付などにあたりカジノ管理委員会の設置が迫っています、スワかもしれん、ん、スワ、スワ、うん、エプソンのね、スワっ子、エプソンの地元だから成功者の工場が昔からあるやろ、原村っていうか、そこは南海地区、え、あの辺ね、諏訪湖とかあの辺が、あの辺が、うん、諏訪って長野県だったよね、うん、IR はそれでも進めるとかわけのわからんこと言ってますけども、そういう話じゃないと思います、まさに安倍内閣の副大臣の時に起こしている問題であり、ごちそうさま、はい、こちらあげようか、うん、では、市の管理委員会の設置を延期すべきだという意見が相次ぎました、疲れて眠たいやろもう、うん、久しぶりに長い、12時間以上疲れるよー、なんか、うん、撮影だから働いてるの、僕も遊んでるように、うん、テレテレしとらんのじゃろ、うん、まあ、あんた、そんなやらんでもいいね、ゆっくりやれ。そうしたことは、計画の変更とか考えてないんですか、予定の変更とか考えてないんですか。これに対し、内閣官房の担当者は、政府としましては、この方向性に乗っ取りまして、対応の整備を進めてまいりますし、現時点で、特に今、私どもが考えているスケジュールを、ああ自撮りが美味しい、昔比べてサブで撮る、スキー場っていうのは全然サブじゃない、自民党の森山国会対策委員長、相変わらず人気あるよ、うん、いやなんか相変わらず適当に人気ある、スキーに人口が減ったって言ったから、でもスノボがね多いから、ね、相変わらず人気あるよ、いっぱいいて、また最近しゃべれたようには見えない、戻ったんかね、人がいいところスキーが減って、あなたうん、バブルほどじゃないかもしれない。で、今日は。